はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグリュウジです。では、今回は、提督の決断法パープキット、駆逐艦縛りプレイ、続きをやっていきたいと思います。前回はですね、アメリカ軍太平洋艦隊が集結していた中部太平洋、ここを強襲して、駆逐艦で敵の戦艦空母、これをね、攻撃していきました。今回その続きになります。残念ながら中部太平洋の方はスパイが捕まってしまったので、詳細な情報はわからないんですが、敵の基地は一つ、かつ敵の艦隊戦力も減少しているのは確実だと思いますので、引き続き今回も前回に続いて艦隊を送り込んでいきたいと思います。で、今回はですね、揚陸艦も送り込んで、ここのね、占領に着手していきたいと思います。では、早速艦隊の方送っていきましょう。まず第2艦隊、第3艦隊を送っていきます。これを小笠原から送り込んで、さらにですね、マリアナ沖からも艦隊を送っていきます。マリアナ沖の方から第1艦隊ですね。ここには揚陸艦4隻入ってますので、この4隻で早々にですね、敵の飛行場一つしかないので、これを占領していきたいと思います。では、早速始めていきましょう。小笠原沖に敵艦隊が逆進行をかけてきましたね。これは、サクッと逃げ回りを行っておきます。逃げ回り作戦、うまくいったとは言えない状況ですが、一応ですね、敵の艦隊の方は退けています。さあ、ここは中部太平洋に逆進行をしていきます。冒頭でお話した通り、まず、一撃を加えに行きましょう。マップ上唯一あるこの島に敵の飛行場がありますので、敵の飛行場ので即破壊を狙っていきます。では、出撃です。まずはお話ししていた通り、敵の飛行場に揚陸艦部隊を向かわせましょう。で、他は敵の艦隊をね、索敵していきます。揚陸艦をできるだけ早く敵の飛行場にぶつけて、いち早く破壊を行って、敵の艦隊との艦隊戦に、集中をね、していきたいかなと思います。敵の飛行場だけ発見だけしときましょうか。発見しとかないとね、揚陸艦から陸戦隊を出すのにも手間がかかるので、敵の飛行場だけ一度発見だけしておきます。敵の飛行場を発見してます。同時に敵の艦隊も発見。こっから艦隊戦になりそうですね。都合よく2つの艦隊が敵の艦隊の近くにいるので、これを確実に潰しにかかりましょう。第2、第3艦隊で敵を挟み込んでいきます。第1艦隊も、敵の飛行場を迂回しながらですね、敵の艦隊の方に向かっていきましょう。予定通り、陸戦隊は敵の飛行場の占領にこのまま向かってもらいます。第3艦隊からも揚陸艦予備で1隻持ってきてますので、これも敵の飛行場に向かってもらいましょう。陸戦隊は敵の飛行場に上陸の指示を出してあります。では、艦隊戦です。戦艦がいるな、この長射程の攻撃を見る限り。戦艦のね、攻撃をかわしながら、得意の雷撃戦を挑んでいきましょう。
敵の戦艦を確認。第三艦隊も敵の艦隊の側面に、取り付きそうですね。このまま逆方向を向きながら一気に魚雷を打ち込んでいきましょう。敵の戦艦少なくても3隻はいますね。ちょっとここは我慢して敵の戦艦の近くに行くまで魚雷の発射を我慢しましょう。第一艦隊も敵の艦隊のいる方向に進路を変更。第二艦隊がちょっと団子になってしまっているのは、これ敵の艦隊とねちょっと入れ子になってしまったところがあって団子になってますが、艦列を整えて敵の艦隊に突入していきます。一方陸戦隊の方は一部で突入を開始してますね。このまま残りも突入をしてもらいましょう。第三艦隊ができるだけダメージ少なく敵の艦隊に突入してもらいたいので、ここがうまくハンドリングできるかどうかに、この戦艦部隊を撃破できるかどうかがかかっていると言っても良さそうですね。さあ第二艦隊と第三艦隊で敵の艦隊を左右から攻撃できる体制にはなりつつありますね。魚雷を撃っていきます。もうここは敵の戦艦を射程に収めたらすかさず撃っていきましょう。陸戦隊の方は全艦突入開始してますね。全部撤退していきます。予備の陸戦隊を積んだ揚陸艦もこのまま敵飛行場の方向へと向かってもらいます。ここにざっと見るだけでもね、戦艦が8隻いますからね。この戦艦8隻を沈めないと、この海域の占領は成し得ないというところなので、魚雷をガンガン打ち込んでいきましょう。さあ、この後は敵の戦艦部隊をね、追っていきたいと思います。敵の戦艦を撃沈。さらに敵艦を撃沈していきましょう。さらに敵の艦隊を発見。これは第一艦隊で対処します。敵の飛行場の破壊はまだ進んでますね。このまま行きます。第一艦隊は敵の艦隊の前に、進行方向に、つながるように、おっと、ここで敵の空母部隊を発見しますね。空母部隊の方に、攻撃目標を変更していきましょう。この空母部隊大きいな。全艦敵の空母にめがけて、駆逐艦、進路を変更。敵の飛行場を破壊確認してます。そしたら陸戦隊を積んだ揚陸艦は撤退しましょう。できればね、夜のうちに敵の空母をね、仕留めておきたいかなと思うので、今のうちに全艦敵の空母の方向に進路を変更します。まだ魚雷十分あるので、このまま敵の空母の方に向かいます。第一艦隊は敵の
これは、軽巡、重巡の艦隊ですかね。ちょっと団子になってますね。魚雷を撃てるだけ撃って敵の数を減らしていきましょう。では、第一艦隊も敵の艦隊の戦力を減らしたところで、敵の空母の方に向かっていきたいと思います。さあ、傷ついた敵の戦艦は一度放置して、敵の空母の方に全艦向かっていきましょう。さあ、敵の空母を発見しています。空母の位置がちょっと思ってたところと違うところに出現しましたね。第一艦隊で敵の空母、これを叩いていきましょう。もっとマップのね、左寄りにいるのかなと思ったんですけど、思ったより全然マップ中央付近に敵の空母出現ですね。発艦される前に魚雷を当てて沈めていきたい。もう魚雷をね、撃てる射程に入ってますので、どんどん魚雷撃っていきます。第3艦隊、第2艦隊も敵の空母の方向に進路を変更。さあ、空母に火が上がってるのを確認。4空母いるのを確認しますからね。この4空母全部を一気に仕留めていきたいですよね。敵が航空機を上げてくる前に、空母をね、使用不能な状態にしていきたいと思います。敵の正規空母撃沈。ヨークサウンですね。さらにヨークガウン型の正規空母2隻を続けて撃沈。あとは護衛空母ですね。これを沈めていきましょう。さあ、これで敵の空母含めた主力部隊をほぼ壊滅させました。まだ戦いが終わっていないんですが、おそらくまだどっかに敵の艦隊の残存がいると思うので、これ索敵してですね、追撃を行っていきたいと思います。はい、中部太平洋の方、最後メリーランド型の戦艦を撃沈して勝利しています。中部太平洋の制圧が完了です。敵の方は正規空母ヨークタウン型、これを3隻撃沈。さらに、敵の戦艦も3隻撃沈してます。他、巡洋戦艦10巡などなど、ご覧のような戦艦になっています。では、次の作戦目標ですけども、どこにしようかな。考えられる作戦目標としてはですね、ミッドウェーが一つ、アリューシャン方面が一つ、ニューギニア方面が一つということになるんですけども、どうしようかな。ミッドウェーなのか、アリューシャンなのか、ニューギニア方面なのか、南太平洋という選択肢もね、もちろんありますよね。ここはイギリス軍の弱体化を狙って、で、ニューギニア方面に進出するっていうのも一つの手だし、ちょっと考えをまとめておきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。